どううもすすまません関相場一頭ずつにつにいいいてしゃべってっこうと思いますアンドラステがちょっと上がり馬でまだこれからっていうところで掴みきれてない部分もあるっちゃあるんですけれども他の馬たちについてはある程度おなじみのメンバーかなっていうような感じですねまあそういった中でピークを過ぎた馬とかいろいろと欠点がある馬とかそういったような馬たちっていうようなとこですねで まあ,ある程度有力馬っていうのは限られてくるかなっていうような感じでプリモシンアンドラステアストラエンブレムクリノガウディエントシャイデングルービットサトノアーサーあたりそれにプラスで田辺紀州プラスでドーバーが怖いかなっていうようなそういったような感じかなとは思うんですけれどもまあでもやっぱり それなりに人気してる馬たちも多いのである程度絞って軸を絞ってっていうような感じでいかなきゃいけないんですが当てる確率を上げるという意味では二頭軸ぐらいで生まれんで流すとかそういったような形でも当たる確率はそれなりにはあるメンバーかなと思いたいところなんですがただ新潟の外回りってですね結構たまに紛れのある展開があって。 馬場が荒れてきたりなんかすると特にそういう時があって上手いジョッキーたち頭のいいジョッキーたちでもですね一度り進路とり仕掛けがはまりきらない時があるんですよね。ですから、まあ、例えばトロワゼとあるみたいな馬がですね逃げ馬として大逃げみたいな形もしくは早めのペースや後半上げていくようなペースで引っ張っていって後続を惑わすような展開を作っていった時そういった時には能力を出しきれない馬も 出てくる可能性もありまますし、まあ、それ以外の展開もありえますのでまあ、やっぱり競馬なんで難しいっちゃ難しいんですけれどもまあ、でも単純な能力比較とか適性ということに関してはある程度分かりやすいメンバーなので陸馬にしてみたいなっていう馬は数頭にはなってくるかなというような感じですね。でででそここ僕エンントシャイデン選んだんだすがこれがれまた やっぱりジョッキーがですね一流ジョッキーじゃないわけですよね最近のレースなんかだともろに出てることがありましてそれはいいジョッキーを選んだ時っていうのは的中してて良くないジョッキーを選んだ場合ですねその場合だとやっぱりジョッキーが全然うまく乗れないっていうことが多いんですよねで秋山騎手だとか 藤岡祐介騎手だとかあの辺の一流ジョッキが乗った場合だと重症でもしっかり乗ってくれる確率が高まるんですけれども、まあ、やっぱりこの辺の川津輝舟だと真ん中よりちょっと下ぐらい真ん中ぐらいかなというような感じではありますんで重症ということもあってなおさら信頼性というのは低いかなというようなところで今回もエントシャイデンに関しては足さえたまればいい末足がある馬なので。 乗りやすい馬ではあるんですけれどもやっぱりジョッキーがどうなのかなっていう不安があってあんまりおすすめはできないところはあります。あとエントシャイデン自体ベストは多分 1,400m なので 1,600m は問題ないんですがやっぱりそのコーナーとか4コーナー前後直線の入り口っていうところであんまり強引なことをしすぎると少し地利足っぽくなったりもしくは素足が鈍る可能性もあるので。 なるべく我慢に我慢を重ねてラスト200300ぐらいでですね真ん中どころ外へっていう基本に忠実に乗れば伸びてくる馬だとは思うので今調子がいいのでっていうような感じですね、まあ、前奏の中京記念の時にですね川月衆のミスを指摘したんですけれども外出しの展開の中で内をついてしまってそれで3着っていうような形であの時は 一番強い競馬ししてましたんでそれではまずは馬バ場バについて考えてていいきますババアについては、まあ、少し掴みづらいというか未勝利戦あたりでですね前目打ち目が残っちゃうような展開があったのでレース展開によっちゃ逃げ馬がうまくペースメイクした場合だと前目とかあとはバグの中から器用に立ち回った馬たちが有利になる可能性もあるかなとは思うんですけれども。 まあでも多少うちの方は荒れてきてはいますんで、まあ逃げ馬先行馬がうまくまとめて後続に足を、後続の背足をそぐような乗り方ができない限りは差し馬、追い込み馬たちはそれなりの競馬ができる可能性はあると思います。どの馬が逃げたそうかなんですが、 まあ基本的にはトロアゼトワールが逃げたそうかなというような感じでスタートさえ出て他が行かなければというような感じだと思うんですがまあちょっと最近パッとしない成績の馬たちがですねもしかしたらスタート直後に花を奪いに行く可能性もあるかなというような程度ですねただトロワゼトワールが逃げてスピード競馬を持ち込むというような形が一番ちょっと追い込み馬たちにとっては怖い展開なわけで 他の馬たちが逃げたところでそんなに難しい展開になるとは思えないので、トラゼトアル以外が逃げた形の方が差し追い込みは競馬しやすい可能性はあるかなっていうふうに見てます。それでは右の方から移動ずついきます。プリモシーン。プリモシーンはちょっとピークは過ぎたかなっていうような感じで筋肉の質が少し落ちてバネが少し落ちたイメージがありますね。 ビクトリアマイルの時はアーモンドアイが大落勝して時計も速かったは速かったんですが後方で足を溜めて競馬してますしレンキッシュという良い,いジョッキーが乗ってましたんでそう考えると本来のプリモシーンだったらもう少し伸びていい競馬なんですよねそれで伸びきれなかったところなんか見るとやっぱり少し能力が落ちてるっていうような感じはしますね それでも、今回の追い切りを見た感じだと少し迫力を増してきてますし、まあ、新潟の外回り平坦コースではありますんで、ピーク時の能力はなくとも、ピーク時の切れはなくとも、一旦勢いがつけば平坦だと、それなりにしぶとい足使えるコースではありますんで、まあ、うまくいいところで貯めて、素足がはまればっていうような感じですし、まあ、自力自体はそこまで大きくは落ちてはないので、 まあそういった意味では、福永騎士の立ち回りっていうところで注意が必要で、本命にしてみたい馬の一頭ではあるっちゃあるかなというような感じですね。ブラックムーン。ブラックムーンに関しては何度も何度も言ってきたんですが、能力素質は高いんですけれども、気難しくて、状況が身にならなかったりだとか、レースに行って本気で走らなかったり、当てにならなかったりっていうような感じですね。 重症、勝った時があったように武豊騎手で金牌なんかも勝ちましたね、そういったような、まあ、本来ならば、順調にいけば GI でも構走してもおかしくない馬だったんですが、まあ、やっぱり年齢的にまた気持ちも切れやすくなってて、最近もなんかレースに行って本気で走らない面もありますし、筋肉の質も落ちてますし、ちょっと今苦しいかなというような感じはあります。 まあただ、まあ、他が自滅しまくった時はこういう追い込みタイプがはまってもおかしくはないので、まあ、基本的には厳しいとはないとは思うんですけれども全くないとも言い切れないというような感じですね。アンドラステアンドラーステは本当にまだ掴みどころがないアガリウマというような感じなんですが前奏のエプソムカップに関してはですねほとんどの上位入選馬の馬たちが打ち目を通ってた のに対してですねねアンドラステだけ外外を回ってたんですよ、ね、ですすよから成功法の競馬であれだけの競馬して、まあ、最後際どいところまで来たわけですから内容としてはアンドラステは一番文句ない内容だったかなというような感じなんですがまあ、ただやっぱり時計がかかる馬場だったこともあったりなんかしましたしあとはやっぱり外目はですね馬場はそれなりに良かったっちゃ良かったんですよね。で まあこのタイプっていうのはもしそのスピード競馬の中で器用さを求められるということに関してそれに関してはですねなんか走り方なんか見てたら器用な競馬できそうなイメージがあるので僕はそこまで不器用とは思ってないんですがただなんかその一瞬での瞬発力勝負というかですね キレを求められるような展開になった時にもしかしたらポジションを取りすぎたり正攻法の競馬をしすぎたらそこまでスッといってスパンと抜けるような競馬ができない可能性もあるんですよねですからまあ安定さすという意味ではですねなるべく後ろから素足勝負に徹するっていうような形でじりじりといい素足っていうような感じの競馬の方が合うかなとは思うんですがただ やっぱりトロワゼトワール辺りが引っ張る展開になるとある程度好意の内目の方で貯めてスッと真ん中どころを外に出すっていうような競馬がはまる可能性もあるのでそういう競馬もできうる馬なんですよねですから、まあ、やっぱりその構想パターンっていうのは頭の中でイメージできるんですけれどもただやっぱり少しでもその歯車が狂うような展開になった時にそれを跳ね返してどっからでも突っ込んでくる。 どこからでも切れる足を使うっていうようなイメージはまだ湧かないですし、あとは時計面でですね、あんまり速くなりすぎたら、もしかしたらそこまでパンチがある競馬ができない可能性もありえますんで、いろいろと不安はあるっちゃあるんですよね。名称グロッケ。名称グロッケも悪くない馬なんですよね。まあ、距離的には多分1004ぐらいの方が乗りやすいかなっていうような感じなんですけれども、 まあそう考えると、やっぱりここに入ると少しパンチが足りないかなっていうようなイメージがあります。まあ、追い切れ映像がないんで調子の方は分からないんですが、あまりにも良ければちょっと抑える必要はあるかなとは思うんですが、まあでも基本的には瞬発力勝負とかだと苦しいところが出やすかったり、ロングスパートではどうかなっていうような感じがあるんで、前が引っ張る展開の中でスピード競馬でうまくしぶとさを生かせればっていうような程度ですね。明携体ハード。 名系大ハードは中京記念は、まあ、少しびっくりした部分はあるっちゃあるんですが、まあ、でもレース後にもう一回馬体なんか見てみたら能力はあるそういったような馬体はしてましたねただ基本的には1004ぐらいのペースが流れる競馬が合うかなっていうような感じで中京記念は、まあ、中京記念でも阪神競馬場で行われたんですけれども ババの方がだいぶ荒れてきててそういった中で他の馬たちが止まるような展開でそれで明径大ハードがなだれ込むような足を使えたかなというような感じで、まあ、専四の競馬に近いような展開でもありましたんで、まあ、今回もそういうような展開になって他が止まるような展開で明径大ハードがなだれ込むような競馬がはまればですね構想する可能性もあるかなというふうに思いますね。 今回トロワゼトワルみたいな引っ張ってくれる可能性がある馬がいますんでスピード競馬で引っ張ってくれてそれで名径ダイハードがいいところで足が止まった場合だと今回も構想する可能性はあるかなとは思うんですが素足の持続性を求められたり瞬発力を求められるような展開になったら少しパンチが足りないかなというような感じありますね。アストラエンブレム。アストラエンブレムは血馬で 早い段階から注目されてかなり長く使ってるイメージはあるんですがまだ7歳ぐらいなんですね。まあ、それだけやっぱりいっぱい使ってきてる分存在感が大きいかなというような感じありますね。で船馬ですんで船、まあ、馬については何度か喋ったんですが船馬にすると丈夫になる馬が多いということでそれでまだまだ能力的なものも大きな衰えはないなというような感じはありますね。 で、まあ、金層も内容がいいですね、このままちょっと気難しくてですね、能力はあったんですけれども、直線で本気で走らないっていうような競馬が多くて、それで当てにならないところがあったんですが、まあ、金層は比較的しっかり走ってますんで、もしかしたらここもうまくいいところで足が溜まって走る気を起こせば、勝つ可能性まであるかなとは思うんですが、ただ、そんなには切れる足があるタイプでもないので、 あとはあまり時計が速くなりすぎた器強さを求められすぎると少しその反応の悪さとか気象的な難しいところが出る可能性があるんでギリギリの勝負になるとやっぱり北村博樹騎手では動かせない可能性があるんですよねですからこのタイミングはやっぱりもっとレベルの高いジョッキを乗せるべきだったかなっていうふうに思うところはありますね、まあ、ただ、まあ、大きな欠点も今は ないですしかといって大きなストロングポイントですね協調点もないっていうような感じなのでいいところではまればやっぱり怖い馬だなっていう意味ではあの馬としては面白いかなとは思うんですがやっぱりパンチの足りなさっていうところとかまあ希少的な不安っていうところは少しはあるなっていうような感じですね。ジャンダルムジャンダルムもおなじみの馬でまあちょっと瞬発力が足りないタイプで。 まあある程度時計がかかる馬場でしぶとさが生きればいい競馬するタイプかなっていうような感じではありますね。でまあこのメンバーだったらポジション取れる可能性もありますし後半逃げ馬がペースをまとめてくれたらそのままなだれ込むっていうようないいとこ出る可能性あるかもしれないですし曲線が平坦なんでその分 意外となだれ込みが効く展開もあり得ますのでそういった意味ではしぶとさが生きた場合は少しは注意が必要かなとは思うんですがやっぱりパンチが足りないっていうところでちょっとどうかなっていうような感じはする馬ではありますねミッキー・ブリランテミッキー・ブリランテもまあ最近ほどの気配はないかなっていうような感じなのとやっぱりこの馬も瞬発力が足りないところがあるので やっぱりうまくなななだれ込込むよよううう展開に持ち込めればっていうような感じです、ねまあ岩田康成騎手はちょっと好不調の波が激しいんですけれども調子のいい時にはそれなりにまだ乗れるジョッキーでもありますんでそういった中でなだれ込みしぶとさが生きた場合にはっていうような感じありますね。ハーレムラインハーレムラインは調子のいい時もあったんですがなんかその時にあんまりいい条件を使ってなかったなっていうような感じで。 ベストは多分1004ぐらいだったんですが、どうしてもなんかずぶさとかがあるんで1006とかその辺を使いたがる傾向にあったんですよね。1004の右肩内回りあたりとか左回りとかその辺使っていけばですね、もう少しいい成績を収められたんじゃないかなっていうような感じありますね。で、まあ調子としてはあんまり良くも悪くもないなっていうような感じで、年齢的にも若い頃のフレッシュさはないので、 まあそういった意味では他が走らなければっていうような程度なので、まあ、無理くり無印の馬を作るとしたらハーレムラインとかになってくるかなっていうような感じですね。ミライトーンミライトーンは、まあ、スピード馬で能力の高い馬で一時期かなり注目されたんですが、まあ、ちょっとなんか足のコントロールが難しいというかですね、まあ、ガッと自分の足を使っちゃって甘くなったりだとかしたりだとか あとは、まあ、道中うまくたまらないような競馬とか、そういったような競馬もあるタイプで、まあ、短距離に行った方がいいかと思いきや、短距離でもそんなには安定しなかったっていうような感じですね。多分、ある程度距離がある中で、タメが効いてスピードを生かせればいいところが出るっていうパターンが一番の理想としてあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですから、マイルぐらいも悪くないっちゃないんですが、ただ、 やっぱりちょっとパンチが足りないところがあるんで、スピードで押し切りたいところもありますし、まあ後方で溜めればそれなりに足は使うとは思うんですが、他の馬たちよりは切れる足がないので、ちょっと乗り方としてなかなか簡単な部分がないかなとは思うんですけれども、ただ今回トロアゼトワルみたいな引っ張ってくれる馬がいますし、引っ張ってくれそうな馬もいますし、もしかしたらミライトーン自体が逃げる可能性もあり得ますし、そういうスピード競馬で後半うまくまとめて、 後続よりも有利な競馬ができた場合だと、それなりの競馬する可能性はあるとは思うんですが、ただ、やっぱり素足の持続性がそんなにはないので、瞬発力勝負になってしまうとどうかっていうような感じはありますね。クリノガウディ。クリノガウディについてもおなじみの馬なんですが、右回り、ダメではないんですが、右回りだとうまく足を溜めないとジリアっぽくなったりだとか、多少器用さを欠くような、 足の使いどころが難しいイメージがあるんですけれども、左回りは得意で、まあ、G1 でも高松の宮記念でもあわやっていうような競馬をしたように乗りやすい傾向にはあるかなっていうような感じですね。まあ、あんまりその大きな欠点は左回りではないかなっていうような感じなんですが、ただやっぱり強引なことをしすぎると甘くなる可能性があるので、基本的には足は溜めたいタイプかなっていうような感じですね。で、スピード競馬にも対応できますし、 タフな展開でも足さえ溜めればこのメンバーだったら対応できるかなっていうような感じではあるんで本命にしてみたい馬ではあるんですがちょっと追い切りなんか見ててもですね左右の足が揃っちゃうようなフットワークになるところがあるのでまあそういった意味では4コーナー前後のコーナーリングとかあとは直線向いていいフォームに固まる前ですねその前になんか変な回り方をした場合だとその 左右の足が揃った部分がががでですねロスにるる可能性があるのでたまに直線で手前を変えないような突っ張ったような走りになる時がありますしそういうような走りになると使える足が短くなったりそういうようなマイナス面が出てきますんでその辺は多少不安かなと思いますね、まあ、横山のリード機種ですんでうまくエスコートする可能性がありますしまあ、その辺カバーする可能性はあるんですけれどもまあ 全くその不安がないっていうようなタイプの馬でもないので、その辺は少し気になるかなというような感じですね。エントシャイデン、エントシャイデンはヤハギ急車でヤハギ急車はここに3年でまた一つレベルが上がってきた急車かなっていうような感じはあるんですが、ただそういった中でなんかちょっとジョッキーのチョイスが悪いというか、その辺でなんか足を引っ張ってるっていうような感じ、まあその。 中谷ジョッキーとか酒井隆盛騎手とかその辺にチャンスを与えまくったっていうそういうような形でもあるんですけれどもやっぱりその辺をシビアにしないと馬によってはか,いかわいそうな目に遭う,って,うっていうようなところもあるかなというようなとこですねでエントシャイデンに関してもやっぱり今回ここの勝負どころでまた川崎騎手にチャンスを与えるまあ人優先主義馬優先主義ではなく人優先主義っていうところもあるのかもしれないんですがまあでもちょっとやっぱ馬 中心に考えると少しちょっとかわいそうな部分はあるかなっていうようなところですね。前走の中京記念だってやっぱりジョッキーが落ち着いての乗れてれば勝れてた、そういったような可能性が高かったのでっていうようなところですね。で、エントシャイデン自体はですね、確かに1004ぐらいの方が乗りやすいんですが、足さえ溜めて落ち着いてラストを200、300ぐらいで広いところに出してあげればですね、16 0でも問題ないですし、左回りも安定してる馬ではありますんで、 まあやっぱりここは決めないとっていう、まあまあ、勝てるかというと、他の馬たちもいい馬いますんで、勝てるとまでは言わないんですけれども、ただ、やっぱり、勝つチャンスが一番高い馬の1頭、3頭、4頭の中の1頭っていうような感じではあるかなっていうようなところですね。ドーバー。バ ドーバーはですね、ちょっと重症だとスピードと瞬発力が足りないかなっていうような感じがあって、少し能力的には劣るんですが、ただ今回すごく調子がいいですし、田辺騎手が乗るということで、やっぱり他の馬たちが無駄足使ってくれたりなんかしたら、そこでラストの足でスコーンと突っ込んでくる可能性はあるかなっていうような感じではありますね。 まあ、なるべくなら時計がかかってくれたり、上がりがかかってくれた方がいいタイプで、まあ、不良バばバ、重バばバで構想したこともあるタイプなんで、そういうバばの方が乗りやすいんですが、まあでも、これぐらいのメンバーだったら、もしかしたら、まあ、そんなに後半、他の馬たちがまとめられなかった場合だと、ハマってもおかしくはないかな、っていうような感じですね。プロディガルさん。プロディガルさんも、うん、若馬の頃からですね、 凌結でですすごい期待されてたんですが、この馬は何かやっぱり大物感が足りなかったというかまあちょっと洗練された感じが足りなかったりパンチが足りない切れ味も足りないっていうような感じもあったんですがでも悪くない馬ですし、まあ、やっぱり他の馬たちが走らなければしぶとさはあるのでいいんですが、まあ、でもやっぱりピークは過ぎた馬でもありますし丸山元気騎手がいい いいいなななのででうううままく流れれに乗った場合他が走らなければっていうような程度で考えてますねペプチドバンブーペプチドバンブーは、まあ、能力的にはそこまで劣らないと思うのとあとは追い込みタイプではありますんでうまくいいところで足が溜まってはまったらっていうような感じはありますね、まあ、自力だけで差し切るほどの切れる足はないんですけれどもあとはちょっと時計が速すぎたらどうかっていうのはあるんですが まあでもスピード競馬でもある程度いいところで流れに乗ったらしぶとさはあるとは思うので、まあ、そんなには馬鹿にはできない馬かなと思いますね。グルービット。グルービットは前走の KO 杯スプリングカップの時は成長を感じましたし能力上がってきてるんじゃないかなっていうふうに見てたら競馬にいてもある程度いい競馬をしましたね。 まあただ多分ベストは1004ぐらいじゃないかなというような感じがあってマイルとかになってくると他の馬たちがいい足を使った時には少しパンチが足りないという感じになる可能性はあると思いますねただ距離的にはこなせる範疇ですし、まあ、うまくスピード競馬とかでいいところで流れに乗ったりもしくは素足勝負っていうような展開でも、まあ、そんなには素足は劣らないのでうまく足さえ貯めればハマってもおかしくはないかなというような感じではありますね まあただ、やっぱりですね、足のため方を丁寧にしないとっていうところで、あんまり強引なことをしすぎると、ジヤシっぽくなったりだとか、そういったような、まあ多少足の使いどころが難しいイメージは出てくるので、ミルコ・デ・ムーロキシュー、ちょっとその、大味な競馬をするときが多くて、その辺ですね、やっぱり自滅が怖いジョッキーではあるなっていうような感じではありますね。里の朝。 里の朝ーーも若馬の頃から期待してたんですけれどもちょっと大飛びで動きが大きすぎて不器用っていうようなイメージがあってちょっと足を余すような競馬もしくはスピード競馬に対応できないっていうようなそういったような形が多かったかなっていうようなところなんですが、まあ、最近はですねスピードとパワーがついてきてある程度器用になってきていいポジションからも競馬できるようにはなったんですがその代わりなんか あのポジションを取る競馬をするようになったがために腹をくくれない分ですねなんかそのパンチというところでですね足りない部分が出やすくもなってきてるかなというような感じですねですからまあそのいいポジションから競馬をできるようになったとはいえやっぱり勝ちきるということに関してはある程度一発を狙うような腹のくくり方をした方が勝ち切りやすいかなというようなイメージはありますね。 まあ、構想する可能性は戸崎騎手なんであるとは思うんですが、その辺ですね、ちょっと、やっぱり、ポジションを取りたいがために、取る,取るがために、素足の鈍りとか、その辺なんかが心配かなというような感じありますね。まあ、敵に関しては、ちょっと、いい頃ほどでもないかなとは思うんですが、悪くもないかなというような程度で見てますね。トルワ・ゼトワル。トルワ・ゼトワールはですね、調子はいいと思いますね。ただ、 何度も言うようにですねレコードタイムで逃げ切った時なんかはですねちょっと瞬発力タイプによってたようなところがあってその分素足の持続性とか2枚越しなんか使われたところがあったと思うんですよねちょっと今はその行かせちゃった分ですねワンペース気味になっちゃってるところがあってその分やっぱりペースメイクとか後半のまとめ方が絶妙にならないと勝ち切るっていうのが難しくなってきてるかなっていうような感じはありますね まあただ、直線平坦ですし、うまくマークの甘いところで逃げて、後半まとめればですね、新潟だと結構前残りでそのまんまっていう時もたまにあるので、まあそういうような展開に持ち込めれば、やっぱり逃げ馬っていうのは有利に競馬を進められる可能性がある客室ではあるので、その辺は怖いかなと思いますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本名馬の副賞を買うっていうのは固定なんで、エントシャイデ電の副賞を買います。 まあある程度相手の馬たちも人気してますんで、まあそんなには買う気はしないかなっていうふうに思いますんで、ほんの数百円程度買って、あとはエントシアイデンの副賞で回収率を上げるっていうような形でいいかなっていうふうに思いますね。まあこれぐらいの人気だったら、買わす機種は不安なんですけれども、買う価値はあるタイミングではあるかなっていうふうに思いますね。馬は間違いないので、っていうような感じです。以上です。失礼します。